台風10号の影響により、東海道新幹線は先月29日の夕方から計画運休や運転見合わせが続いていましたが、昨日午後6時ごろ、3日ぶりに全線で運転を再開しました。午後6時過ぎから運転が再開される東海道新幹線の改札前です。全席自由席ということもあり、長い列ができています。新幹線の改札前には再開を待ち望む多くの人たちが列を作る様子が見られました。26日に帰省して今日帰れたら帰ります。家にいてそのニュースで見て慌ててきました。なんとか動いてくれただけでもありがたいですね。急用があったので帰ってこなきゃいけない用があったので動いてくれて安心しました。そうですね、不安でしたね。新幹線がどれだけ止まるってあんまりなかったので。また4日ぶりに始発から通常運転となった今朝も駅構内は多くの利用客で混雑していました。今日の東海道新幹線は始発から通常通り運行しています。また東海道線は静岡掛川間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時ごろから運転を再開しています。